い、こんにちは。今日もですね、ドキュメンタリー動画をお送りします。今日は、去年の全日本新人王だね。うん。谷口昭和選手、八王子中屋ジム、のドキュメンタリー動画を、じゃあ今日、また皆さんと一緒に見ていきたいと思います。あ、おはようございます。おはようございます。今日はお願いします。あ、お願いします。じゃあ、ちょっとお邪魔して大丈夫ですか？はい、大丈夫です。今日は、はい、何キロ走るんですか、とりあえず朝。いや、もういつも決めてないんですよ。じゃあ、走ってついていくのは不可能なんで。あ、でも自転車はありますよ。マジですか？はい。じゃあ、それでやろうかな。じゃあ後ろから撮ってますよ、じゃあ俺。あ、お願いします、じゃあ。これ彼らも当然山口拓也見てるよね。見てる見てる。大群も見てる。その時はまだ上がってないか。いや、見てる見てる。あ、見てる。なんか綺麗な絵だね。なんで脱いだ？見られるの好きらしい。へえ。今ので何キロですか？今 2.5 キロです。2.5 キロ。あ、ジョグで 2.5 キロ。はい。行きも 2.7 キロだったんで。あ、5キロぐらいです。あ、往復で 5.5 キロ、はい、2.8、2.7、 5.5 か。はい。今からご飯食べるんですけど。はいはい。食べますか？あ、いいですか？なんでお前はいつも飯を食べる？なんでも大丈夫。ちょっと高齢になりつつあるんでね、それが今。あ、そうなんですか？はい。めっちゃ緊張します、それは。あ、これは出さないですよ。これはプロテインですか？プロテインとオートミールとバナナ混ぜて、これは自分の飯なんでちゃんとしたの出します。すげえ、片手で卵割ってる。あ、これなんかお好み焼き屋さんでバイトしてるんで卵割るんですよね。それで、身につけました。鉄筋屋もやってるんでしたっけ、普段ね。そうです。もうでも試合1ヶ月前はもうあの休ませてもらって、まあ、本当にやりたくないんですけど、練習に集中できなくて、行った日は。体力使うから。なんか朝4時起きなんですよ、弁当作るから。やばっ。家出て何、どれぐらいですか、今。東京来て2年ですね。でもその前にも自衛隊で1年家出てるんで、それ考えたら3年ぐらいは。自衛隊なんですね、もともと。もともと自衛隊で、やっぱ部屋の先輩がちょっと意地悪で、あの、ね、戦闘服に、はい、あれを毎日アイロンかけないといけなかったんですけど、はい、みんなもただアイロンかけるだけなんですよ、はい、なのにキーピングっていうそのアイロンの量を使わされて、うん、パシンタイの時は使ってたんですよ、はい、服装検査の時には、はい、だけどそれを中隊配属でもみんながしてないのに俺だけさせられて、へえ、で、なんかもう何回も、もう光に当ててこうやって影作ってやっと見えるシワが1個でもあったらダメなんですよ。それが何回も失敗したらお前腕立てしとけみたいな感じで、はいはいはい、で、2、3時間ずっと腕立てされたりとか、で、結果2、3時間腕立てしてるからアイロンする時間ないじゃないですか、はいはいはい、靴磨きも、はい、だから就寝、みんなが就寝してからこっそりあの私物庫みたいなあの倉庫でやるんですよ、ちっちゃい、その時間が地獄で、もう何度も死のうと思って、きつかったんですよ。で、もうダメだと思って、お母さんにとりあえず連絡してて、はい、で、もうやめていいよみたいな。結構お母さん子なんですね。あ、もう母子家庭なんで、うん、ずっとお母さんに育てられてきたんで。あ、でもなんか小学校の時にそのお母さん彼氏作って、うん、そこからずっと、まあなんか名前が変わるから席は入れてないって言ってるんですけど、はいはいはい、そのまあもうこの前の父の日は今年のあの手紙でお父さんと送りました。感動やん。感動しただろうなと思って、うん、それ狙って、うん、喜んでくれるかなって。喜んでくれるかな。あ、なんかデザートまでついてる。余ってたんで。え、こんなちゃんとしっかりしてる作ってたのこれ。めっちゃちゃんとし。ダンスが。じゃあ今ずっと作ってたらお前の。あ、そうおかしいだろ。いつもっす。
オートミールだけだ。味噌が作るの好きで、その減量中やっぱあれじゃないですか。何もしない時間が苦しいんですよ。うんうん、だから何かしてないと嫌なんですけど、体力使うことしたくないんで。そしたらもうこういう無心になれる作業みたいな、はいはいはい、好きで、でそれをツイッターで流したらなんかみんな作ってほしい作ってほしいって言ってくれて、こうやって作るんですよ。自分このまま行っちゃって大丈夫ですか？ああ、全然いいっすよ。これ何曜日だっけ？ちょっと昼間練習するの。まあ、ちょっと見てもらって分かると思うんだけど、うん、まあ、結構真面目だったじゃん。うんうんうん、まあ、いやいや真面目だけど面白いけどね。ああそう、うん、いやこれちょっとやばいかな。お前の飯をずっと作ってたわけでしょ。そうそうそう、おかしいだろ。撮ってる側としてはこれやばいかなと思って。うんうんうん、だから急遽ちょっとあの1万円渡すから、うん、あの使い切ってくれっつって、うんっていうあのミニ企画みたいなのをちょっと練習終わってね。そうお、でそれがその次の動画。はい、なんかアクション加えようと思って、はい、1万円渡すんで、はい、1万円使い切ってほしいんですよね。使い切るんですか？別に何でもいいし、食材買うんでもいいし、はい、なんかヨドバシでなんか自分の欲しかったものを買うんでも何でもいい。え、それマジで買っていいんですか？あ、マジで買っていいっす。え、どうす、ちょっと何もない時だったらあれ欲しい、これ欲しいってなるんですけど、いざ言われたらちょっと困りますね。これ違う、自衛隊もそれできます。グローバルに活躍できるのは魅力ですね。こういうのも 買っちゃえば1万いくんじゃないですか。ああ確かに。なんでチェキ欲しいんですか？え、なんか友達がチェキ持ってて、はい、なんかいいなと思って、たまたに、うん、彼女とかできたら使いたいですね。なるほど。それはもうスマホじゃなくて現像したいと。そうっす。で、なんか壁に貼りたくないですか？ああ、はいはいはい。で、グレード的にはまあここら辺ってことですよね。そうっすね、この辺プラスこのアルバム系買ったとか、うん、あのこういうこれ、今日はチェキとアルバムとフィルムを買ってもらいました。まあ1万100円とかですね。彼女ができそうなんで、その彼女と思い出作りに作ろうかなと思って、撮ろうかなと思って。彼女ができそうっていうなんかお互い好きって気持ちは伝えてるんですけど、やっぱ今の時期だと試合近いんで、今浮かれてる場合じゃないと思って、で試合が終わってからまた考えるみたいな、っていうのは伝えてるんですよ。好き好き言い合ってるわけですね。好き好き言い合ってますね。ちなみに出会いは？出会いはインスタグラム。そんなことか。インスタで出会いって、インスタで出会いって、なんかあの猫の動画とか、はい、ストーリーとか、はい、あとは料理作るんで、はい、料理のストーリーとか出してたら、はい、なんかよくコメントとかくれて、はい、それでなんかそこから会話が増えていって、はい、で1回遊んで、はい、あ2回ぐらい遊んで、はい、でお互いやっぱ好きになりました。すごい。しかもめちゃめちゃ可愛いんですよ。金髪いいっすね。どういう時に幸せを感じるかって質問したんですけど、はい、どうですか？でそれ見てて、うん、なんか自分たちも言ってたんですよ。いやお前はどうなのみたいな、うん、言ってたんですけど、でも一番最近嬉しかったのはあれっす。全日本取った時なんかお母さんがめっちゃ自慢したんですよ、はい、周りに。その時が一番嬉しかったですね、うん、今まで
めちゃくちゃ反対してたんですよね。東京来ることもボクサーになることもバカになるからボクサーやめろみたいなだけどこっち来て結果残し始めてからめちゃくちゃ応援するようになって、うん、でなんか友達にもなんかすごい自慢したりとか YouTube とか出たらめちゃくちゃ自慢したりとかして、そういう時はめっちゃ嬉しかったですね。でも東京来た時はお母さんにやっぱ迷惑ばっかかけてたんですよ。お金借りたりとか、うん、でも今はそれがなくなって、もうカツカツはカツカツなんですけど、でも全然お母さんにそういうことしなくなったんで、お母さんもそれは喜んでくれたんで、あとは試合勝ってあれですね、逆にお金渡したいぐらいですね。今全然渡せてないんで、渡したいっていうのは夢がありますね。試合で稼げるようになって、試合で稼げるようになってボクシングも充実できる練習が充実した練習ができて、なおかつお母さんにも仕送りできる収入があれば、それがベストじゃないですか。まず、うん、チェキ、うん、これマジで奇跡だと思う。でも奇跡前もあったじゃん、山口拓也で奇跡が、うん、これ嘘だろって話だけど、今回のその試合終わった後の試合当日のクラファン、試合終わった後、まあもうクラファンの意味がちょっと分かんなくなってきたね。いやこれこそクラファンだと思うんだけど、試合終わった当日、試合終わった時に出すクラファンの中の商品で、要するにこの間ガチンコファイトクラブあれが出たじゃん。なんかファイトクラブじゃん。え、なになに、ガチンコファイト、はい、ガチンコファイトガチンコファイトが出たでしょ。で今スポンサーになってもらってる時はカメラさんからチェキが出てんだよ。おお、奇跡だねこれ、マジだよ。しかもチェキ、この子ヨドバシで買ったでしょそれより安いよでも本当に、あ、そう、うん、チェキが出てる。チェキもだからこの支援したらチェキが買えるっていう支援策、支援があるから、この年になってね、俺が今もう38ですよ、親にお金渡す時もあるけどさ、この年の時はないわ、なんないわ、そういう気持ちには。まあ、完全に余談なんだけど、その辰上くんのお姉ちゃんからインスタグラムのメッセージで、うん、あの一番の強敵ですってメッセージが来たらしい。で、それを言われてどうなるの？だから余談ですああそうそう相手の親族からインスタでメッセージ来るとか嫌だね。嫌だ、うん、これね、今概要欄でボクサーにこの激励賞を送れるというね、企画もやってますんで、ぜひ皆さん、あ、この選手面白いなとか、この子応援したいなと思ったらですね、ぜひ激励書の方、送ることもできますんで、ぜひ皆さん気に入った選手がいたら、激励書送ってあげてください。